イエス・キリストは私が来たのはあなたのために来たって言うんですよあなた一人のために人々様子を比べながら行く人生の中からはああ幸せだなっていうの思われないですよねあなたを作られた神様との関係の中であなたの位置を知ると本物の喜びがあるそれをあなたが味わいそれを誰かにお伝えできる 最高のチャンスが到来したわけです。聖書をお読みいたします。本日の聖書の箇所はコロサイ人への手紙第4章6節です。新約聖書の318ページになります。今日はこの聖書の箇所から命の言葉と題して田中のボーアに説教をしていただきます。それでは聖書をお読みいたします。コロサイ人への手紙第4章 6節、いつも塩で味付けられた優しい言葉を使いなさいそうすれば一人びとりに対してどう答えるべきかわかるであろうようこそようこそようこそおいでくださいました何かこう賛美によってね心を潤され今画面をご覧になっているあなたも今日でなければならない祝福を待ち望んでいらっしゃるかと思いますが一言お祈りをさせてもらいます。 天の父なる神様 <coughs> 収穫の秋にふさわしいまた教会は実り豊かな実を結ぶ年としていよいよその総決算を迎える時となりましたがこのように礼拝を捧げることができる恵みを心から感謝します世界各地にいる私たちの神の家族とご一緒に私たちは神様に 感謝の思い、それをもって今、礼拝を捧げることができることを感謝します。今日、お初めての方もいらっしゃいますが、また、信仰の諸先輩の方にとりましても、神様が直接お一人一人に語ってくださることを心から感謝し、主、イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。今日は何の日っていうのがお好きな方もいらっしゃるようですね。今日は何の日か。 全国寿司の日だそうですけど、えー、お寿司の好きな方もいらっしゃるかなでもね今日は灯台の日灯台っていうのほら船がね安全に夜航行できるように全国に3,000ものね日本には灯台があるそうですがでもこのだんだんこの灯台がいらなくなってきてるって言うんですねその通りです。GPS、でももう灯台見なくてもねこの あの灯台見てというふうに船を進める必要がなくてもう船ご自身のねこのところに GPS でこの灯台見なくてもね自分の位置がどこにいるかが正確に分かる、まあ、こういうことだそうです。でその人生もどうですか今まで人を見たり状況を見ながらでももうそういうことに別れを告げて私を作られた 創造主の神様とあなたのつながりの中で周りがどうあろうとどういう状況がやってくるそれに振り回された人生に別れを告げてあなたご自身がこれが人生だというそういう人生を味わっていらっしゃることができるのは本当に素晴らしいですね。このののののコロナたためめににそそしてそのお仕事ををする方々のために特別のメッセージを 用意したりそのようなことを教会をさせていただいておりますが同時にね今本物の幸せ本当の喜びを私たち日本人にや世界に向けて語ることできる最高のチャンスを皆さん迎えたんですよ。この「国民の幸せ度」 幸せかかどうかっていうい、ね、国連の関係機関がそれを毎年発表して「幸せだな」っていうね大体この北欧の国々がいつも一番になりますけれど皆さん日本は「幸せだな」っていうのがね何番目ぐらいだと思いますかいや一番二番でないのは分かるけどまあ10番以内にも入ってるだろう。いや 10番は無理でも20番以内ぐらいは入ってんじゃないのいや、30番ぐらいと願うところですが、年々落ちてきて、昨年その前は50何位だったのとうとう今年は世界で60番目以下というね、そういうふう、えぇ、ー、食べるものもあるし、徴兵検査で戦争に行くわけでもないし、コロナだってね、その、もちろんでも、 諸外国から比べたらとてもその数字も小さいし食べられないで餓死して死んでいく人たちそんなに引がないし何がしたいことし食べたいものをそして GoTo トラベルって強盗じゃないですよというなこうですね皆さんどうですか本当に幸せだで幸せを灯台を見ながら つまり人々様子比べながら行く人生の中からはああ幸せだなっていうの思われないですよねでももしあなたがあなたを作られた神様との関係の中であなたの位置を知ると本物の喜びがあるそれをあなたが味わいそれを誰かにお伝えできる 最高のチャンスが到来したわけです。今日の聖書の箇所は既にお読みになっておられるようにこの「殺され人への手紙に」にそうですねこのパオロ先生が神の言葉を聖霊様を感じて手紙を書くそれが私たちは聖書として 生きるエネルギー神様との交わりの指針にしているわけですがこのパウロ先生はあまりにも熱心に伝道するかつては、ね、そのクリスチャンの迫害者であったのが180度を変わって本物の喜びを見つけてからそれを語り出して今度は逆にとらわれの身になってしまってなんと牢屋に放り込んでいた我が身から「 自分が牢屋に入れられるという大変な状況その牢屋から獄中から書いた手紙これを獄中書簡の一つが今日の箇所でもあるわけです。で今日の箇所を見ると「大丈夫だよらわれの実の私はむしろ喜びを持ってこの手紙を、ね、みんなに送っているよ!」 そしてどんなふうに人生を生きることが喜びなのかいつもいつも「絶えず」っていうのはパウル先生のとっても好きな言葉のね一ついつも塩で味付けられた優しい言葉を使いなさいそうすれば一人一人に対してどう答えるべきか分かるであろういいですねもうマスクなさっていらっしゃいますけれど えー、マスクの中でもごもでいいですからね、えー、ご一緒に読みましょう3はいいつも塩で預けられた優しい言葉を使いなさいそうすれば一人一人に対してどう答えるか分かるであろうはいこちら見てこの言葉を暗記してねそして折々にこれをねあなたが唱えていくそうすると遠くにあったねそう でもそれが今灯台は遠くにあったけれど今自分の位置は真上の神様いや神様はこのところにいて私に平安と喜びを与えるこの箇所から3つのフレーズそうですね「一人一人」うーんどんなニュアンスで感じますか塩で味付けられたはいい優しい言葉 これが3つのキーワーワドです <laughs> 最初に「一人一人」さあこちらをご覧くださいいいですかこのね聖書の世界っていうのはねあるいは私たちの働きを大勢の人々にねできるだけ多くのいや社会全体を変えなければならないもちろんそのような壮大な雄大なビジョンがあっていいんですよでもイエス・キリストは 私が来たのはあなたのために来たって言うんですよ。あなた一人のために。えー、そんなこと。ですからそのことを分かりやすく私たちに伝えるためにイエス・キリストはよく例えを用いましたね。聖書をお持ちでしたらどうぞ115ページの「<laughs> ルカニオ福音書」の第15章「あなたのお好きな箇所」です。あなた方のうちに 100匹の羊を持っている者がいたとするその1匹がいなくなったら99匹を野原に残しておいていなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないだろうかそして見つけたら喜んでそれを自分の肩に乗せ家に帰って友人や隣人を集め私と一緒に喜んでください。 いなくなくったた羊を見つけましたからこういうふうに皆さん神様はあなたに命を与えてくださった方はねあまたさまざまな人がいやいやあなた一人のために私は地上にやってきた99匹を野原に残してもあなたのためですよこういうことなんですね。私一人 いや私のようなものでなくてもっと立派な方で、えー、この日曜日も休まないでリボーションもしっかりやって、えー、模範になるような方それを神様が喜ばれるんじゃないでしょうかもちろんそのような方もでもあなた人あなたがどういう過去がありどういう立場でどういう状況であろうと私なんかといじけて一人ぼっちになることあるよねそんなあなたを見つけて あなたを肩に乗せれって、キリストはこう言ったんだよ。私がしている以上のことをあなたはするって、だって、クリスチャンは、キリスト様は神様だから、その神様以上のことなんかできないでしょ。どんなことない、キリストは言っ私以上のことをする。 そうですよねキリストが歩かれた、ね、四国日本で言えばね私どもはとんでもないひとっ飛びでもう地球を越えてね月にまで行くほどつまりそれは行動だけ,だけでなくして何よりもいつもあの巨人の肩に乗れ巨人の肩に乗れっていう言葉があるように私たちは小さく私たちはでもキリストの方に乗せてもらうことによってねそう。 遠くを今まで一人ぼっちの時には見ることを感じることをわからなかったことがイエス様が私を見出して私のために死に三日目によみがえりそうか私の一人のためにそのことがじんわりと精霊様によって分かってくるとああイエス様という巨人全能なる神様の肩にのさられて自分の いやー昔こんなこと言えなかった言えるできなかったできるそんなこと見えなかったが見えるというねそのような人生を歩むのがね神様あなたに備えられたた人生だととといいいうことをしっかりと心に留めていきたいものです私たちの人生は一人一人主役はあなたですよ今みんなであのスタッフで語っているのはね「工場教会はどこに向くのか」。 要すするに、ね、この方向ですねそのために私たちは祝福されてずっと来たけどその祝福の大元は何だったの人々が探しましたイエス・キリストが一人のためにと言われたようにこの教会は一人を大切にするその流れの中で祝福されてだからやっぱりイエス・キリストは一人のために十字架にかかり 99匹を野原に残してあなたを見いだし肩に乗せて人生を歩むそのことをもう一度確認しながらそうですよね一人っていうと誰かのためにうんでもまずは誰かのためにの前にその一人はあなた自身ですからあなた自身が一人一人と,という聖書のメッセージに対してまずは あなたがあなたに対しての関わりを明快になさることがいいようですね一人び人の次には塩で味付けられた優しい言葉ってことですが塩で味付けられたうん、どんなふうな皆さんニュアンスでお聞きになりますかこの塩がどれほど大切なものかそうですね さまざまなこう皆さん塩と聞くといろんなことを思い出すでしょうそうそうそう,そうこの統治米沢のね類杉謙信が宿敵であった武田信玄に、ね、敵が塩がないおお調子いいもっとやっつけろではなかったんだね我らの先輩は敵に塩を送った話はあまりにも有名ですしこの サラリーマンという言葉がありましたがサラリーマンのね最初のサラリーつまり「ソルト」「塩」ということですねああそうか昔は、ね、月給が塩だったのかはいそのぐらい塩というものが塩の、ね、決めなくなったらどうするだろうかと聖書もキリストが言われたようにこの「塩」っていうのは腐敗をでも何よりも腐敗を防ぐというよりも この味付け人生に最も大切なものの一つこういうことですね。ですからこの一人一人のあなたへの関わり誰か一人に関わる時それは塩で味付けられた優しい言葉って言うんだけれどこの塩というのはねある意味においてはそうですね神様の愛というふうにも言えるかもしれませんね。 ならば神様の愛で味付けられた優しい言葉でもいいんじゃないのなんで優しい言葉に神様の愛で優しい言葉って言わないで塩で味付けた優しい言葉って皆さん知たと思う砂糖でもよかったんじゃないかうん、その通りです塩というのは絶対 絶対に必要なものだけどもこれがねなくてもダメ多くてもダメだから塩梅って言葉がありますもんね塩梅と書くねいや結局ね塩梅だよね。そのちょっとした手加減というかねこの、うん、わずかがもうがらりと変えてしまうというようなそういう緻密な 神様の知恵神様のエネルギーを得ながら人生を歩むことがそしてそれを具体的には言葉に塩で味付けられたと聖書は言っているわけだこのほんのわずかこの「プロフェッショナル」という番組よく見させてもらうんですがこの超一流のねさまざまなことをなさる人たち それは理論理屈よりも実際に実績のある話なので常にどの番組を見てもこう教えてもらえることが多いんですがこのね皆さんにもご縁のある人私にはちょっとご縁がない,ないんですがこのウイスキーっていうのがねもともと日本には日本酒がありましたけど外国からやってきたわけですね。それがなんとねもう世界に、ね、ナンバーワンのね 本本が100万円もするるよううな、ね、ウイスキーを日本から、ね、出,す出してるんだそうだそ私はどういうふうにしてねああいうのを作るのかなとその番組まあ皆さんすでにご存知の方もいらっしゃると思うけれど、ね、こう何年代もの何年いろいろありますよね何十年もそれから若いのそれでこの要するに混ぜ合わせるですねこれが それで実際に番組でね本当に最初にこれを召し上がってくるでちょっとその番組のディレクターといいますかねアナウンスする人がそしてポタッ一滴ですよ一滴それでえー、っとね演技ではないと思うんですねもうがらりと違ったね風味というか風合いができる、まあ、そういう世界のようですが。 あのミスキーの話しにないからね今日も書いていっぱいそういやいやいや水割りをいやいやそうじゃないんですようん塩,で味付けられた塩というのは神様の愛神の御言葉神様ご自身イエス・キリスト一人であるあなたを見出して既製品的な答えではなくその瞬間瞬間あなたにもっ も必要なものとしてあなたご自身に味わいがあるそれは料理かもしれないでもあなたは神様の作品でしょうですから神の作品としてその瞬間瞬間喜びの日も悲しみの日も困難な時も一滴の神様の ぬくもりによって瞬間瞬間いやーいいなあ残念ながら今日はお見せできないんですがこの朝ね私たちはいつも3階でミーティングをしてるんですけども9時になりますとここでねこの朝のミーティングをする今そのブランドがかかってますがそこからね日がさすそうすると皆さん見えるねこのコチョウラン ここにね、光が当たるのよ。これはね、見とくべきだよ。明日来るかな <laughs> 何を言いたい皆さんね、あなたが神の作品として、試練困難が大きければ大きいほど、そう、灯台ではなく、神様を見上げるときに、その瞬間、瞬間でなければならない。 ああ、これが人生なんだな。つまり、喜びが、幸せがね、どうしてそういう状況でもあんた微笑むのだって幸せだもの。なぜ私は神様を見上げて、その神様の光が、ね、曇りの日には見えない。でも、光が当たると、この胡蝶蘭、そこだけにね、 そして全体じゃなくてねこの部分ですからねもう言い知れないねあこういうコチョウランの姿もあるんだああなたが斎藤さんなら斎藤さんにもああいう姿があるそのように人々がいやいやあなたご自身が自分に感動なさるのではないでしょうか。神の作品としてあなたがねそうわずかな <coughs> 出来事を通してそこから言い知れない感動を味わっていく。<laughs> ごめんなさい。神様どうぞ一人は私ですねはいどうか今私のこの状況の中にあってどうも力からは湧くような喜びや感動がないけれどあなたがそう 塩で味付けられた塩というのはあなたご自身の祝福であるならばどうか今私のところに来て私をそして私の内側からそれがあふれるようにしてくださいそうしてくださったことを信じて感謝しますこの「瞬間瞬間異なる」って言いましたけどその塩で味付けられた神様の霊によってあなたが、ね、振る舞い語る言葉うーん。 その瞬間瞬間異なる皆さんが人生の終わりにどんな言葉を残しなさいますかねホッタさんというね特捜部の鬼検事というねおっかないねそして歴史的なねこう出来事に関わった知っている人は知っているこのホッタさんがそれをやめてねガラッと違ったね福祉の仕事をなされるようになった そしてお年寄りに関わる堀田さんがある時にこう聞かれた「新入組になるもう何にもできないそんな時に何ができますかね」って言ったらねその鬼賢治と言われた人がね「いやー人を励ます塩で味付けられた言葉をね語ることができる」こう言ったんですよ。 えー、前に言いましたね黒柳徹子さんっていうねご存知のね、はい、あの方がこのユニセフの、ね、国連の,、ね、の大使として世界を回られた時に自分の生涯で最も忘れることのできない一言あれほどの多くの人々に会い経験している人は何を言うだろうか。私は多分にお母ささんんの長さん 黒柳長さんのね熱心なクリスチャンとしての影響があるのかなと思いながら聞いたんですが彼女がインドに行ったそしてしばらくの滞在の中で今死にゆく子供をねみとる場面があるそして黒柳さんの目をじっと見ながらねあることをつぶやいてそして天国に行った。 そのある一言,とは何かその言葉がわからないので「今この子なんて言って死んだの天国に行ったの?」って聞いたら「あなたに神様の幸せがたくさんありますように」そう言って天国に行かれたんですよ。黒柳さんはね本当に感動したそうです。 なんで私がこうなんだよ直してくれお姉ちゃんもちろんいいですよそれも神様は同じようにでも塩で味付けられた優しい言葉をあなたが神を神様あなたを選んでねあなたのその汚れを罪とかを身代わりとなって死んでくださり三日目によみがえったキリストはあなたにまさに 塩、神様との交わりの中で、そのあなただけの出会いの中で、あなたがそういう言葉を語る、それは出来合いの正解をたくさん持つことも、うん、いいかもしれないでも、瞬間瞬間で、塩で味付けられた振る舞い、言葉が、あなたを通して、人々に、あその生涯忘れることできない、 そういう感動を与えるためにあのインドの少女は最後それを語って天国に行ったわけではないそれはごく自然のこととそのようなことがあなたの人生にもなされていくわけだどうしたらいい精霊様もししようならば精霊様どうぞ今この時どのように振る舞いどのように考え どうしたらいいいのか教えてくださいなぜならばそしてあなたとその人の関係の中で語られるわけですものね何かこう、うん、ミスしたってこう思った時にねその人をパッと見る時にこうスッと触れないで帰りたいそういう人もいるよね何かこう何か言ってあげたいけどむしろそうでなく神様と私の世界だけにそういう人もいらっしゃるし。 何も言わなくていいから、そっとそばに来て、ね、そして私と共にいてほしい。そしてそれは何も語らないでもあなたがそこにいらっしゃることは何か語った以上に、その人を癒し、強め、未来に希望を持つ。特に、あなた自身でもいいし、誰かがまずかった。 うーんと思う時にね私たちにはそれを耐える力もでもね塩地の塩それはイエス・キリストご自身精霊様神様であるなら神様どうぞ私のうちに働いて今私がどのように考えどのように振る舞い何を語るか教えてください一瞬にしてね あなたに教えてくれるるよ一生懸命ご奉仕をする教会では上手な素晴らしい音楽コンクールで一番になった人が歌うそういう世の中には場もありますが私たちは、ね、うまいとか下手じゃないそれは全て神様の捧げ物ですからたくさん立派なものそれもよしでもほんのわずかねうん人々から見るとあれ何いいんです。 ね、一人と神一人との関係を生きるとそれが本物の幸せ喜びを体験していくから皆さんどう時々一生懸命稽古してピアノオルガンを弾いてくださる最後の祝祷を終えてその瞬間にそうしっかり弾こうと思ってるうちにちょっとこう間違う。 間違うと困ったなと思ってまた間違うねそういう人がその人見たらねそっとしてほしい余計なこと言わない誰でも間違いますよなんてう余計なこと言わないみんなすべての人が間違ってプロになったんですよそういう余計なことは言わない <laughs> 相手とのだからそれはね神様に聞くんですね 先週私はこう言った。まるさんよかったよだって間違った何言ってんのみんなの様子見てごらんしっかり大丈夫よ間違わないで大丈夫間違え大丈夫だからね、うん、頑張るよってねみんなからぐっとね愛を引き出して私の説教もめちゃくちゃだ私は立派に皆さんに愛を引き出しなんて言ったけど ほとんど聞いいいいてないあいやいや失礼しましまたほとんどね心に残らないけれどあの最後のところであなたがねそれはあなたが間違ったんじゃなくて神様が仕掛けた、ね、ご計画をあなたがやっただからみんな大丈夫だよ間違わないで大丈夫だよ、うん、大丈夫大丈夫みんなからね愛を引き出してそしてあなたがねどうじゃない神様のご計画をあなたはしたじゃない。 ああ、そういうのかお父さん事故でぶつかったんだってねなでそれは私でもあなたでもねしようそれは神様ご自身精霊様にお願いしてそしてあなたを通して何も言わないという言葉もあるし全然それにこうね その人の触れないでね触っちゃダメなんです。触れることなんです。このカウンセリングの勉強をするんでも「ああんたそれ触っちゃってるよ」。触るんじゃなくって触れる。その通りですね。そう塩で味付けられたでも肝心なことは具体的には優しい言葉。それはその通りです。塩で味付けられた優しい言葉。 手本は聖書を読んでイエス・キリストの言葉に触れていくとどの言葉もまさに塩で味付けられた優しい言葉というのは単純で簡単という意味じゃないですよね。よくあなたに分かるということです。そしてそう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 私の中で化学反応が起こしてその言葉であなた自身が不安不満 それれが感謝に変えられるそうですね優しい言葉というのはそれは実体があって分かって何よりもあなたの生活が変わるということ身を結ぶ神様どうぞ私にも私一人にあなたが語ってくださった師匠で味付けられた言葉はあなたが私に語り大丈夫だとおっしゃる。 そしてまずは私をで私を通してどなたかにそれが先週はたくさんの人たちとカウンセリングのね勉強そこに教会でその時に遠くから来られた自分は30年間クリスチャンじゃないですよ教会に来てましたけれど本当にまさに一人私のために味付けられた 私はねこういうことがあったどういうこと完全に目が見えなくなるそしてねもう自分の人生おしまいだと思ってたでも思い起こした、ね、クリスチャンではないけど絶えず聞いていた大丈夫どんな時もそして試練は宝に変えられるえい、ー、つもそれを唱え今ではねよきお医者さんに遠くの 出会って前よりももっとクリアに見えるようになったんですよこうおっしゃったそしたらもう一人の人が長年私もトータルを勉強し私は刑務所に行って、ね、そしていつも面談をするで必ず同僚のそういうカウンセラーは「ああこの人はこういうことをやったのかこれはこういうことをやったなるほどなるほど」っていうことをねそして面会私は一切見ません 私はいつもその人の人目を見ます目の奥にイエス・キリストを見るおっしゃいました刑務官がね「はい大竹先生、はい、この世だよ今日は」もうね「なんで私が」とこういうねところが30分も過ぎそして帰りにね刑務官が迎えに来る「おいお前別人じゃねえか」。 こういうふういふに変えられるってうんだね一人のために師匠で味付けられた優しい言葉それはみんな一人一人違うけれどいいですかあなたの生活の中で具体的に実態となって結果が出る皆さんみんな状況は違うけれどそれをあなたが味わい 今度はあなたを通して誰かのために幸せ度それをぐん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 上げていきたいねあなたから始まる今言いましたけれど今日は「命言葉」ということで「命言葉」が塩で味付けられた優しい言葉と言いましたけれど「えそういう人もいるんだ」という最後の「 おかしを読んで終わりたいいと思いますもうすでに有名な方でもありご本もお書きになってファンの方もいらっしゃるかと思いますけどこの佐々木恒夫さんという方はねまあそれはそれはねまずね3人のお子さんがいるけど一人はねもう心深く病んでらっしゃるそして奥さん 重度の鬱この後も読み上げますけどね何度も自殺未遂する自分自分は大きな会社のですねやがてそこの社長にもなっていくわけですけどもうね大切なこの立場にあるそういう状況の中で神様のねユーモアっていう題で話すんだよ、ね、神様のユーモアがねつまり試練単に「神様何やってんだ!」っていうねいやそう思ってもいいんですよ。 でもなるほどね2006年に「ビッグツリー」という本を佐々木さんは出しました自閉症の息子とうつ病で3度の自殺を図った妻を抱え仕事と家庭を両立しながら奮闘する内容をまとめた本です当時唯一の救いは小学校5年生の長女が母親譲りの料理大好き人間だったことです 自分で料理の本を買ってきて次々と料理をマスターし半年も経たないうちにそのあたりの週顔負けの料理を作る腕前になりました娘は障害のある兄の面倒を見たり私を助けてくれました私は彼女のことを戦友戦争の友達ですね戦友と呼ぶようになりましたでもやがて彼女にも限界が来ました うつ病の妻はすぐに死にたいという言葉を何度も言います。夜は寝ない。だから家族が疲れちゃったんです。娘はもうこの家は嫌だ。あの料理名人の娘も出て行ってしまいました。私はその時会社の経営企画室長で直接の上司は社長でそれ以外にも会長副社長など8人くらいの指示を受け,受けていました。 霊界でも山のように資料が出てくるそういうのがあるので6時には帰宅できませんでしたでも私は大丈夫の性格なので神様は私にちょっとのこんなユーモアをとそのうちきっと開ける神様もねもう終わりにするだろうと思っていましたまさかその勇猛が仕掛け7年も続くとは思いませんでした 家を出て行った娘は次男のアパートで暮らしていましたある日次男がお父さん大変だみーちゃん娘のことですが死ぬと言って飛び出しちゃったというんですどこに行ったかわからないので埼玉の警察に届けましたアパートで3時間半ぐらい待っていたら警察から電話がありましたお嬢さんが岩の上から飛び降りましたえー、でも たまたま落ちたところが砂地だったので3週間の怪我で済みました。もし岩だったら完全に即死でした。夜中の12時頃病院に行くと娘は寝ていました。次の日は早く会社に行く用事があったので手紙を書き朝の6時に枕元にその手紙を置いて東京に戻りました。そして私はそのことをすっかり忘れていました。 私が本を書く時娘がその手紙を持ってきて「この手紙も使ったら?」というので見るとすっかりボロボロになっていました2年くらい手帳に挟んで持ち歩いていたそうです私は10年ぶりに自分が書いた手紙を読みましたその一部分ですこっからが塩で味付けられた優しい言葉の具体的な 実例ですつまり岩からね降りた落ちて怪我をしてそのね娘に起こした手紙「親愛なる美保子」娘さんのことですね。今回のことはお父さんの人生の中で最も衝撃的な事件でした。 110番してから埼玉県警から連絡が入るまでの数時間は不安と恐怖の塊でした何度も何度もあなたが生きていてほしいと神様に祈り続けましたあなたの悩みがどんなに深かろうと自分の命を絶つことは許されません あなたはお父さんにどれほど愛されている人間か分かっていません。あなたほどお父さんが愛した人はいません。あなたの性格は大雑把のようできめ細かく大胆のようで繊細な。そんなあなたの苦しさはお父さんが一番よく理解しています。イエス様代理人のメッセージかな 後に娘は自分はなんてつまらないことで悩んでいたんだろう自分にはすぐそばに大切な人がいることが分かったと言っていました今は元気にエステの仕事をやっていますお祈りしますしばらくの間もう一度。 この成功をお読みになっていつも塩で味付けられた優しい言葉を使いなさいそうすれば一人びとに対してどう答えるべきかわかるであろうあなたの思いを申し上げてみてください神様が優しい言葉を持ってあなたに語りかけられておられますからそれをしっかりありがとうございますと受け止めてみてください